さ3ヶ月経ってようやく到着。どうも、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。今回はですね、こちら猫又&エンマ大王の超激レア妖怪アークご紹介したいと思います。こちらですね、映画妖怪ウォッチフォーエバーフレンズ映画妖怪ウォッチ第5弾の映画のイラストコンテストですよね。コロコロコミックとかテレビくんとかチャーとかいろんな雑誌で募集かけてたんですよね。猫又とあと違うキャラを描いて応募してですね、で当選したら猫又となんかのキャラクターの妖怪役が実際にこれおもちゃ化するよっていうやつですね。僕もちゃんと応募したんですけど当選しませんでした。で2018年12月頃にですね、いろんな方に届いてたんですけど、僕に届いてなかったんですよね。この超レアな妖怪アークなんですけど、11,111名、世界にたった11,111個しかないんですよね。で、3ヶ月経っても来ないということでネットで買いました。ちゃんとこれね、プチプチで梱包してくださってるんですよね。傷まないように、親切オブ親切。世界に1万個しかないんで超レアなんですけども、開けて見てみましょう。猫又&エンマ大王の妖怪アークがこちら。オレンジ色の妖怪アークですね。大吉メダルとかもこういうオレンジ色のカラーでしたよね。ラメ入りでちょっとこう透けてる感じですね。どんなイラストになってるのかアップで見ていきましょう。これ種族のマークが鍵型になってますよね。たまにこのマークありますよね。あのクリスタル妖怪アークもこの鍵型になってるんですけど。で、イラスト見てたら、エンマ大王のこの左手に猫又がこう右手を添えている。そんなイラストですね。なんかこう、再会みたいな感じやけど、どういうことなんだろうか。このエンマ大王ってだいぶ時代が経ってから登場するんだよね。映画では樹くんが生まれ変わって成長して、でエンマ大王になって船からこうやってくると。猫又はどうなってるんでしょうね。これは運命の再会みたいな感じなんでしょうか。映画ではあんまり語られなかったんですけど、樹くんってそのお姉ちゃん亡くなってからずっと妖怪のこと調べてたんですよね。妖怪は悪いやつばっかりだみたいな感じで調べてたんですけど、猫又がそんなことないよ、いい妖怪もいるよっていうことで自分の妖怪役を樹くんのそばに置いていくんですよね。で、下町新くんが妖怪ウォッチエルダゼロを手にして猫又を召喚してまたまた登場いうことで再会するんですよね。時代を超えてもずっと友達、そんな感じでしょうか。この妖怪アーク裏面どうなってるのか見てみましょう。ババン。エンマ大王と猫又映ってるんですけど、これエンマ大王がブチ切れてる感じかな。で、猫又がちょっとこう逃げてるような、そんな感じですね。何があったんやろうか。オレンジ色の妖怪アークって結構レアで、これ妖怪アークゼロ銀幕の向こう側の冬にゃんですね。オレンジ色の妖怪アーク、この2種類ぐらいしか今んとこないよね。冬にゃんの妖怪妖怪アークも種族のマークがね、これ鍵みたいな形になってます。ちなみにエンマ大王の妖怪アークって全部で3種類ですよね。今回紹介したオレンジ色の妖怪アークのエンマ大王、これ映画のやつですね。そしてこちら妖怪アーク第5弾の超激レアエンマ大王、そして3つ目ブラック妖怪アークのエンマ大王、今のところ3つですよね。エンマ大王全種類って。これもう皆さん持ってますかね。これ妖怪ウォッチ4で連動したらどうなるんだろうね。ではでは、エンマ大王召喚してみましょうか。エンマ&ネコマタ2体同時に出てくるっていうことなのかな。これコングラチュレーションとかそういうパターンでしたっけ。やってみましょうか。ネコマタ&エンマ大王召喚。ライトは。コングラチュレーション。これはあの冬にゃんの時と同じですよね。スペシャル音声、シャドウサイドも同じだよね、おそらく。念のためやっとこは。スペシャル。は
はい、ちゅうことで特別な音声は聞けなかったですね。最後なんか子供たちのイエーイみたいな音声はあったけど、妖怪アークフィフスのこのエンマ大王の超激レア妖怪アークは音声あります。召喚エンマ大王、ということでですね、アニメでこのエンマコン使ってたんですけど、すごいかっこよかったですよね。しかも伸びるっていうね、ピヨーンってめちゃくちゃ伸びるんですよね。エンマコンめっちゃ意外。シャドウサイドのエンマライオンの音声チェック、かっこいいですね。口ほどにもない。大したことねえな、おまはん、いうことやね。最後は、ブラック妖怪アークのエンマ大王。長めなんですよね。長めのセリフ最高。ふう。最後、シャドウサイドのセリフも聞いておきましょう。シンくんに言ってるセリフですね。ちなみに着てる服なんですけど、今回紹介したエンマ大王、そしてこのブラック妖怪アークのエンマ大王、これアウターが同じですよね。O って書かれた白色のアウター着てます。これは外が冬で雪が降ってるから寒さ対策の服を着てるんですよね。ただ中央の真ん中のエンマ大王は通常の格好をしてますね。両サイドが同じ服装です。はい、ということで今回は猫又&エンマ大王の超激レアな妖怪アークのご紹介でした。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。